皆さんこんにちは、フジロクです。今回は紅茶香る大人のバナナケーキを作っていきましょう。まずはじめにバナナを潰していきます。このようにフォークで潰していきましょう。続いて粉類をふるっていきましょう。今回は薄力粉、全粒粉、ベーキングパウダーを使用します。全粒粉を入れることで重たくなりすぎず、そして食べた時にプチッとした食感が美味しいパウンドケーキに仕上がります。このようにふるっていくと網の中に全粒粉が残ります。しかしこの白い塊は薄力粉になりますので、スプーンで潰しておきましょう。白い部分がなくなったら、残った全粒粉を先ほどふるった粉と合わせていきます。そしてこの中に紅茶も入れてしまいましょう。今回使用しているのはロクキッチンオリジナルのこちらの細かい粒子の紅茶になります。皆さんがもし紅茶を好きなもので作りたいのであれば、必ず粉砕して細かい茶葉にしてから作ってください。続いてバターを柔らかくしていきましょう。バターは必ず室温に戻した柔らかいものを使用してください。冷蔵庫から出したばかりのものを使ってしまうと、ハンドミキサーが壊れる原因になります。ある程度バターが柔らかくなったら、きび砂糖を3回に分けて加えていきます。今回のお砂糖は上白糖でもグラニュー糖でもなく、きび砂糖がおすすめです。上白糖でしてしまうと甘くなりすぎてしまいます。グラニュー糖でしてしまうとすっきりしすぎた印象になります。きび砂糖は非常にお野菜や果物と相性が良く、コクを出してくれますので、ぜひ皆さんもきび砂糖で作ってみてください。このように白っぽくなったら、2回目のきび砂糖を加えてさらに泡立てていきましょう。基本的に茶色いお砂糖というのは栄養価も高く、野菜や果物との相性がとてもいいです。しかし茶色いお砂糖の中でも甜菜糖というお砂糖はですね、バターに非常に溶けにくいので、この中に甜菜糖を入れて泡立ててもなかなか溶けません。そしてそのまま焼いてしまうと、表面に溶け残ったお砂糖がブツブツと出てきて見た目が悪くなってしまいますので、必ず茶色いお砂糖でも甜菜糖ではなく、きび砂糖やブラウンシュガーを使うようにしましょう。きび砂糖を3回に分けて加え、白っぽくふんわりさせると、続いて卵を加えていきます。卵も砂糖と同じように3回に分けて加えていきましょう。しっかりバターと砂糖に空気が含まれていると卵は分離しません。卵の温度も関係ありませんので、一番初めの砂糖とバターを泡立てるところを頑張ってやってみましょう。卵を3回に分けて加え、このように白っぽくふんわりしたら、続いて先ほど潰したバナナを加えていきます。それではバナナを加えて混ぜ合わせていきましょう。続いてふるっておいた粉類と紅茶を合わせて混ぜ合わせていきます。最後にローストして刻んだくるみを加えて混ぜ合わせていきます。生地ができたらパウンド型の中に入れていきましょう。今回のパウンドケーキも小さなカップ、マフィンカップなどで焼くことができます。しかし私が食べてみて思ったのは、大きく焼いて、そしてしっかり大きなまま寝かすことでしっとりするんじゃないかなと思います。マフィンカップで焼くとどうしてもパサッとした印象になってしまいますので、できるだけこの大きなパウンド型で焼いてみてください。生地が全部流れたら表面を整えていきましょう。このように真ん中をくぼませて端を高くするというのがポイントです。そうすることによってパウンド型で焼いた時に真ん中だけたんこぶみたいに膨れ上がらずに、ちょうどいいなだらかな山に仕上がります。そしてもう一つのポイントが、焼く時にバットをひっくり返したところに置くということです。パウンドケーキは焼き時間が40分から1時間と長時間焼くお菓子になります。長時間焼くと上はふわっとするのですが、下の部分ですね、底の部分が硬く仕上がってしまいます。硬くならないようにバットをひっくり返してクッションにすると、とても柔らかいパウンドケーキに仕上がりますので、こちらを覚えておいてください。竹串を刺して生地がついてこなければ完成です。ちなみに今回は1時間近く焼きました。オーブンによって焼き時間変わってくると思うので、必ず皆さん竹串チェックを忘れないようにしましょう。続いてパウンドケーキに塗るシロップを作っていきます。お鍋に砂糖、お水、そして沸騰したら紅茶の茶葉を加えましょう。茶葉を入れたらおよそ 2、3 分ほど蒸らしていきます。こちらの茶葉は好きな紅茶で構いません。2、3 分蒸らしたらこちらを裏ごししていきましょう。こちらの紅茶シロップでパウンドケーキを塗っていきます。パウンドケーキはシロップをすることでしっとり仕上がります。そのままでも美味しいのですが、香りも追加されますので、ぜひ紅茶のシロップを作って塗ってみてください。シロップを中まで染み込ませるには、パウンドケーキが熱いうちに塗るのがポイントです。オーブンから出してすぐにシロップを塗るようにしましょう。シロップが全部塗り終わったら、あとはラップで包んでいきましょう。パウンドケーキは出来たてはあまり美味しくありません。しっかり熟成させた方が美味しいので、2、3 日このまま寝かせるようにしましょう。涼しい部屋の場合は室温で構いません。夏場など部屋が暑くなってしまう場合は冷蔵庫で保存しましょう。冷凍庫では1ヶ月保存ができます。今回のこちらのパウンドケーキは一口目が紅茶の香りが来て、その後バナナの優しい甘さが来る、最後にくるみがシャキッとした食感のパウンドケーキになっています。バナナを使ったお菓子ってどうしても青臭さが残ってしまいますよね。そのバナナの青臭さが全くない大人のパウンドケーキになっています。ぜひ皆さんご家庭で作られてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますので、フォローもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。